理解離婚。私はプライバシーということについて考える。今や日本にはプライバシーという一個の怪物が横行している。ジャーナリストは女優の年齢を伺っただけで告訴される覚悟をしなくてはならない。スター、有名人の私生活はアンタッチャブルである。神聖にして犯すべからざるものであるらしい。だが、一体スターのプライバシーとは何だろう。公衆に顔や姿を展示して金を儲ける職業を選んだ以上、私生活に好奇の目を向けられるのは当然ではないか。彼らは見せ物であり、偽物である。自分の肉体を様々なイメージに作って見せることで、なりわいを立てている。庶民大衆がそのからくりの裏を覗きたくなるのは人情というものである。純情可憐な娘役が実は元コールガールで三人の子持ちだったりする。芸能界ほど面白おかしく、かつ教訓的な人間ドラマを提供してくれる世界は他にない。資本家にストライキあるごとく、スターにはスキャンダルがついて回る。すべて甘い生活にはそういう代償がある。偶像は落とされるためにある。スターにはプライバシーを言う資格はない。彼らが自らを見せ物にしたとき、権利は放棄されたのである。本来プライバシーとは、世間の日の当たらぬ場所でひっそりと妙利を願わずに生きている人々のものである。銭は欲しい。人気も欲しい。一方、私生活では、こっそりうまいことをやっていこうというのはふざけた話ではないか。こんなことを言うと、早速暴論だと良識ある人々に糾弾されるのである。だが、権威ある法律書にも、人が有名になり、自己の生活を公衆との接触に捧げた場合、プライバシーの権利は存在しない、と書いてある。政治家にしても、芸能人にしても、プライバシー抜きでその評価をすることは不可能に近い。これは明白なことである。スターというのは大体不愉快な存在である。うぬぼれと、無知と、気まぐれがサングラスをかけて歩いている。スターにはこんな手合いが多い。しかも彼らは内心、自分が無教養であり、品性も卑しい、名声と多額の収入に値しない人間であることを恐れている。だから文化人ぶったり、才女ぶったりしたがるのである。ますますもって鼻持ちならない。芸能界と関わりを持って7年、私は様々なスター美談を製造してきた。人気という名札だけでまかり通っているワッペンスターたちを知性と教養ある人情豊かなイメージに作り上げてきた。正直に言うと、その大半は綺麗事であり嘘っぱちであった。だが、ただの一度もそういう嘘に対して苦情を言ってきたスターはいなかったのである。彼らは自分に都合のいいでっち上げには進んで協力した。そして少しでもゴシップめいた記事、それは大抵真実であるには目を吊り上げて、プライバシーとさえずり立てるのだった。とりどもは、嘘は害であるというのではなく、自分に害のあるものは嘘であると泣きわめくのである。ひばりは違っていた。美空ひばりほど飾らず、明けすけにプライバシーを語るスターに私は会ったことはなかった。1964年7月2日、島根県の旅先から私は一通の電報で東京に呼び戻された。ひばり、話あり、すぐ帰れ。心にうっせきすることがあって、それを打ち明けたくなると相手の都合などどうでもよくなってしまう。そういう子供のような心情がひばりにはあるのだ。ともかく私は飛行機で帰った。そして湘南の海岸に近い小さな旅館で話を聞いた。世上、理解離婚と言われているひばり、あきらの破局には意外な真相があった。私はそのプライバシーを公開しようと思う。以下、ひばり親子の話に私の解釈を加えてみた。我が胸に、人に知らざる泉あり、つぶてを投げて乱したる君、ひばり。石を持ち、投げて見つめん水の尾も、音高き波、立つや立たずや、あきら。
草紋の歌を交わして結ばれた二人だが、破局は新婚旅行の3日目から始まった。1962年11月8日早朝、ひばりは伊豆の新婚の宿から一人東京に帰った。その前夜、ガラス窓に手をついて怪我をしたというのである。右手人差し指と中指の間から手のひらにかけて10センチ余りの裂傷だった。これがその時の傷なの、とひばりが私に示した手には、くっきりと鉛色の筋が引かれていた。治療に当たった地元の医師は、転んで切ったというひばりの説明に首をかしげた。傷の状況が不自然だったからである。ひばりは東京のかかりつけの医者に診てもらうことを理由にして、一週間の予定だった新婚旅行を3日で切り上げ、新婦のアキラを旅館に置き去りにして帰郷した。キミエさんはひばりが、ママ、怪我しちゃったの。これから帰るわ、と電話をかけてきたとき、異常なものを感じ取った。一卵性の母親には、娘の気化の背後にあるトラブルがピンときたのである。顔を見るなり、お嬢、ママには隠さないでね。何があったの？本当のことを言ってちょうだいと問い詰めると、ひばりは泣き出した。家に逃げて帰りたかったけど、口実がないので、洗面所でコップを割って自分で手を切ったというのである。疑われないように、利き腕の右手を傷つけた。浅く切るつもりだったが、力を入れたらざっくりと肉まで切り込んでしまったという。一体、どのような苦惨が新婚の夜にあったのか、それを詳しく書く必要はあるまい。結婚生活に入っても、アキラは人前はばからず、大勢の見ている前で抱きしめて頬ずりしたり、接吻をした。ひばりは言う。そんなことをされても少しも嬉しくなかった。幸福だなんて思えなかった。嫌で、恥ずかしくて、でも、慣れなくちゃいけないんだ。妻の務めだと思って我慢していたの。新婚旅行の時のことを、夫婦なんてものは、最初そんな風で、徐々にむつみ合っていくんだから、という昔の考えで、お嬢に我慢しなさいって言ったんです。それであの人にも、優しくしなきゃダメじゃないのって言っておいたんだけど、アキラって男は、女房を乱暴に扱うのが愛情だって勘違いしてんだから、点でまるっきりダメなんですよ。暴君って言うんでしょうね。お嬢を支配して、いじめで得意なんですから、どうしようもないのよ、あの人は。キミエさんは、ふんまんやるかたない。人前で、おい風邪、水持ってこいなどと、アキラが怒鳴るたびに、キリキリと奥歯が鳴る思いだったという。アキラの側には、おそらく大スター、美空ひばりへのコンプレックスがあったのだろう。その劣等感を裏返すと、俺は天下のひばりの亭主だ。芸能界の女王を支配しているのだという暴君の虚勢になるのである。そして、支配体制を完全にするために、うるさい君江さんを切り離そうとしたのが逆効果になった。この親子が一卵性であることを、アキラは失念していた。ウィルヘルム・シュテーケルから引用すると、愛情生活の障害の叙述は、家族の絆から始めなければならない。ある種の神経症患者は、その最初の理想である両親とか、兄弟姉妹とかにあくまで忠実であるために、異性の愛情に対して俯瞰となる場合がある。ひばりはまさしくその典型なるもの。いわば、幼児期のまま閉鎖しているひばりの情動を、女から妻へと開花させるのには、辛抱強い穏やかな愛情こそ必要だったのである。そのようにして、初めて彼女は母性への固着から離脱し得た。そういう愛のギャラントリーを心得た男性を、ひばりは夫に選ぶべきであった。小林明という心情の優雅さを欠如した男性を結婚の対象としたことは彼女の一生の不覚であった。私は死んだ日活スターの赤木圭一郎と親しかった。赤木は彼一流の率直な表現で小林明を批判してこんなことを言ったことがある。明という人の家に行くと玄関を入ったところに海水パンツを履いた等身大の明という人の写真が飾ってあるんですってね。
寝室にもやっぱりアキラという人の写真がベタベタ貼ってあるんだって。俺、てめえの裸やてめえの面見て嬉しがっている心理がわかりませんね。そんなものがスターだったら、俺はスターになりたくないですよ。ひばりと結婚する前、アキラはその正常の面で悪評が高かった。アフレコの時、トランプをしていて、助監督が呼びに来ても腰を上げず、とうとうその日の仕事を共演者を含めてお流れにしてしまった。東方撮影所のダン・レイコに粉をかけに、女性にモーションをかけるという意味の映画界の隠語、言って鶴田浩二によその家に来てでかい面するなと殴られた。夏のある日、銀座の某レストランでもろ肌脱ぎで飯を食い、開店以来の不作法者というありがたくない称号を立てまつられた。私は何も小林明の悪口を並べたくてこの文章を書いているのではない。芸能人スターなるものの一般的なイメージを描くために明を例に引いているのである。無論そのゴシップの全部が事実ではないし、付き合いすべしとも言えるが、所詮は思い上がりである。10代20代前期で暴利と虚名を得たゆえの、言うならばナルシシズム、うぬぼれ、性格破産である。アキラだけではない。それは戦後の若いスターに共通した情念なのだ。そして一番いけないことに、アキラには美空ひばりの値打ちが分かっていなかった。彼女が戦中戦後の修羅場を自己の力で切り抜けてきたこと、本当の意味での実力者であることをアキラは理解しなかった。ひばりがスターなら自分もスターである。なあに、女房の方がちっとばかり格が上なだけさ。そんなつもりだったのだろう。だからむやみに威張ったり、彼女の芸に口出しをしたりしたのである。愚かなことであった。結婚生活が破局に近づいた頃、ベッドの中で背を向けるひばりに、へえ、美空ひばりは偉いんだな、とアキラは言ったという。大スターだから、夫の要求を跳ねつけるのだろうという意味である。それが講じて、東方歌舞伎の舞台で、長谷川和夫がひばりの胸に手を入れるシーンをカットしろ、などと言い出すに及んで、ひばりの忍従は急速に崩れた。私は思う。ひばりにとって、芸のリバイバルを願う心も、無論強かったのに違いあるまい。しかし、破局の真相は愛情生活にあった。次第に静止できぬフラストレーション、欲求不満がひばりの心に育っていったのだ。降り積もる雪の微塵は、やがて自らの体積に耐えかねて、雪崩という現象を起こす。日々に加わる欲求不満は、芸という噴出口を求めてほとばしったのである。言い方を変えれば、ひばりは芸によって、夫婦生活の地獄から救われた。それは、破局の起因ではなく、帰結であった。旧約聖書のソドムとゴモラの物語は、人間愛の永遠の葛藤を描いている。神によって焼け滅ぼされた都を振り向いて、潮の柱と凝固したロトの妻は、自分自身の過去に陥没することの危険を鮮やかに象徴しているのだ。ひばりは、髪の毛御殿の豪華な生活を潔く振り捨てて、ゲイという女の花道にまっすぐ突き進んだ。人生の危機において、後を振り返って得るものは災いである。私は、小林明を全部と言い切ったひばりの心意気を買う。人は誰しも、秘められたソドムとゴモラを、その敗北を、その失望を、自己の生涯に持っている。だが、勇気ある人間は過去に打ち勝ち、希望の旗を立て直し、未来に向かって歩き始めるのだ。結局、生きることのすべては、過去を忘れるという能力によるのではないか。まだ、和枝を愛しているというアキラの未練と、結婚生活に思い残すことはないと断言したひばりの非情と、その内側で、どちらに苦悩の重みが、決断があったか。それは、言うまでもあるまい。シュテーケルは言う。恋に囚われた者は、その愛の対象を買いかぶり、
対象の諸々の欠点には目くらであり、あらゆる反対の声にはつんぼなのである。一体なぜ女たち、特に芸能界の女たちは、それほど価値があるとも思えない男と簡単に恋に落ちるのか。それは男の立場になってみればすぐわかることである。多くの男性は頭も悪く根性も良くない女に、ただ美貌であるということだけで夢中になるではないか。同じことである。スターは女であっても独立した経済人である。彼女たちは生活のためには結婚しない。男性が女房をめとるように、彼女たちは男房を手に入れようとするのである。したがってアトラクティブ、魅惑的な美男子が良いに決まっているのだ。美空ひばりが小林明のようなつまらない男に惚れたということは、彼女もつまらない女であると早がてにしてはいけない。人のプライバシーとは、つまりそうした愚かしい失策によって成り立っているのである。そしてフロイトによれば、人間の心の深層はその失策行為の中に垣間見ることができる。